見えますか？今こう肩に乗ってる状態なのがしがないさんです。ちょっと話しかけに行きましょう。こんにちは。高山大学の卒業会見の卒業の石田です。東京大学で学生に行ってた物理学専攻を食べたいです。お願いします。本物です。あ、そうですね。お互い本物ということで確認が取れました。今日は岡山の魅力を伝えていきたいと思っているので、はい、ずっと岡山に住んでらっしゃる、はい、違わない数学長さんに来てもらいました。はい、これだから作るぞ。頑張りましょう。意外と岡山都会です。カメラあるからね。そうですね。だいたい錦糸町ぐらいのイメージで合ってると思います。顔真っ白のおじさんがいる商店街に来ました。日曜の10時なのに全然人がいないですね。岡山クオリティです。ここが一番栄えてるんですか？ああ、そう商店街ではそこかな。そのカバンには何が入ってるんですか？パソコンと本。おお、使おうと思って持ってきたんですか？いや、もういつも標準装備。ああ、やっぱ。できたっていう。なるほどね。数学科って何やってんのか、実際マジで分かんないんですけど。説明できてないとこが。まあ、それは、まあ、たくさんある。物理はまだ分かってない現象とかいっぱいあるけど、数学はもう。ああ、まあ確かにそう。そう、結構言われる。これが成り立つ証明が分かってないみたいな。いや、これも成り立つか成り立たないかがそもそも分かってないから、予想の状態。ああ、なるほど。シミュレーションとかで確率的に成り立つ。ことがなんか成り立ちそうっていう周辺の定理からとあるやつの必要条件ばっか出てきたらあ、なんか元十分条件としてなんか親玉のこいつが成り立ちそうみたいな雰囲気があって証明はできてないみたいな。へえ、できたらやったみたいな親玉を探しに行ってる。わかりました、はい、数学科たとえあるあるみたいなあるんですか？たとえある、それ軍じゃん。あ、それ、それ軍じゃね。まあ軍は対称性のあれなんで、対称性出た時は、うん、その群気になったりします。それはなんかあるあるなのかよくわかんないですけど、対称性があると群、いや、もう対称性全体の集合が群、閉じてるみたいな。あ、そうそう、閉じてるから、ね、群がもうその対称性そのものというか、うんうんうん、対称性があったら群があるというか。東京大って、はい、まあ、対称性あるじゃないですか、漢字的に。あ、まあそうですね。だから群、はい、群だなって。だから弦が2個の群になるわけですね。反転するというとの何もしないっていう2個の操作があって、あ、ね、その操作に対して同じものが返ってくるから、うんうん、2弦の群になってて、反転する×反転するはアイデンティティになるってことですね。なるほど。え、岡山大ももしかして？岡山大も、あ、これ2弦の、ね、見つけた。はい、これ群ありましたね。ありました。ありがた。これも対称性群だから、平行移動までの対称性になってる。なるほど。これは横と上があるんで、整数の群の2乗の Z2 ですね。これは見えてるもの全然違う。これをだから2個分動かすっていうのが1 上に動かすっていうのが新しい1と思って、これで生成される Z2 がここにあるっていうのが一応反転とか入れ始めたらまたあれですけど。あ、なるほど。一応平行移動の対称性だけを考えるとすると Z2 という。おお、これなんかな、まあ、一番のおすすめの後楽園、うん、僕は行ったことないんですね、はい、実は、うん、あ、じゃあ何か分かんない、うん、なんか三大名園の一つっていうことだけ知ってる。え、地図なしで来たからなんか分かってて来てるのかなって思ったんですけど。いや、まあとりあえず東にあるという事実だけで。すごっ。ここに G が本当はつくのに、こいつは学芸大学の参入を許してない派の学歴中ってことか。こんな堂々とね、掲示板に。全部東京。全部東京、もちろん。岡山大学は入ってないっすね。うん、お、入れたいな。マーチョ。マーチョ。かわいいやん。マーチョの方が。G マーチョ。うん、いいっすね。気づかないうちにメインが過ぎ去ってて、なんかすごい虚しい気分になって縁から退くことになる可能性がある。だからいろんなとこで感動しといた方がいいかも。なるほど。小さいとこで、うん、あ、この模様サイクロイドみたい。すごい。ちょっと荷物を持ってもらいます。一回じゃあ持ってみて。重いんだ。あ、実は頑張ってたんだね、それなりに。それなりに。どんぐらい重いっすか？もう普通に俺のカバンよりは絶対重い。そうなんだ、うん、いや、わかんないけど絶対半分ぐらいにできるだろうっていう重さ。あ、いい、うん、もうこうやっていろんな人に持ってもらうことで客観性を高めていきたい。庭園見終わりました。世代トークだよね。世代トークが一番長かった気がする。そうそうそう。意外に勉強の話題の割に炎上しがち問題。そう、まあ、物理もなんだかんだ
謎の炎上起こっちゃう問題とかっていう話をしました。パッケージだけお伝えしておきます、はい、それなりにずっと喋ってたような気はするけど、うん、一番盛り上がったのはまあ、うん、G マーチョーあたりですねだからそれ以下の波が続いていたという認識で見ていただければ、はい、お願いします、はい、ご飯食べに行きます。はい、急に数学とか立ち止まってしまいました。 t の関数ってことでしょ、ラウンド t 分のラウンドのことは、うん、h カンマっていう関数ってことあんまカンマ聞いたことないからこういうやつをの時間を無駄にさせるものすごい悪質ないたずらかもしれない。やられた。雨が降っているのですが、雨宿りを30分ぐらいして濡れんのいいやっていうことにしました、うん、いいでしょう。地図にあるピザ屋の位置に来たんですけど、なんか何もない。ちなみに岡山そういうことあります。いやでも本店だよ、食べログ1位だよ。外観を調べたらこれだったらしいので入ってみましょう、はい、開いてませんでしたなんでやこんなびしょびしょになったのに、うん、もう2人ともこのあかりやん食レポお願いします。食べ終わったということですけど、食べ終わったどうですか。卵トッピングだった、はい、ハッシュドビーフだった、はい、まあ、まろやかで美味しかったんじゃないかなと思います。完食したんですけど、そうだな、レアチーズの酸味とフルーツソースが回ってるっていうのと、あと上になんかクッキーが乗ってて、そのクッキーの部分でチーズケーキの土台らしさが出てて、おーって思いました。納得感がありました、ね、店を出した甲斐があると思っていると思います。お店の方は店を出した甲斐があるなって思うぐらいの味で、いい味でした。キュンシカー多様体と微分形式なるほど。この本はすごい簡潔に書かれていて、多様体はまあ前提知識かなっていう感じはしましたね。前提知識はまあそれぐらいですが、まあ、割と全体的に簡潔に書かれていて、さすがボットさんとツーさんだなと思いました。Today's 4月5日。シカー85。また次の動画でお会いしましょう。バイ。サインボールとマイネームペンを買ったので、サインボールを書いてもらって、それでキャッチボールをしたいと思います。お願いします。はい。ありがとうございます。ちなみに僕のフルネーム、カッコ漢字、初出です。あざす。キャッチボールをしたいと思います。2人とも雨濡れるの気にならないということで、はい、大丈夫です。了解が取れたので、せっかくなので、うん、初出の情報を投げるときに言いながらキャッチボールをしていきたいと思います。モンゴル市の期末テスト1点でした。ナイスナイスボール。骨折3回しましたセンター試験で試験官に忠告を受けましたまずいね。デッドボール多くね。ボイトレ通ってたことあります。ナイスナイス。バズる前に一個よくわかんない YouTube チャンネルやってました。音楽の笛のテストの時になぜか校長先生の前で忍笛吹かされました。全部全体的に取れずと。というわけでキャッチボールやりました、はい、これが何なのかはまあ投げっぱなし、情報も投げっぱなしだから、互いにちょっと投げとかキャッチの方に意識が先すぎててあんまり聞いてないっていうのはありますね。ボールどころか音声もキャッチできずっていうところなんですけどもごめんね。勉強めっちゃしてて、中学の時これ何の意味があるんだろうっていう哲学が芽生え始めちゃって、一回マジで勉強せずにテスト受けてみようっていうので、モンゴル史のテストで何も勉強せずにテスト始まって、マジで分からなくて、チンギスハンは出てるだろうっていうことでチンギスハンが入りうる部分に全部チンギスハンと書くことで1点を獲得。わあ怖い答案よ。あなたのモンゴル史の中ではたくさんのことを成し遂げてるわけね。チンギスハンがさんは全てを完結させてる。幼稚園の時に両手に土イナゴを持って遊具の上で立って遊んでたら滑り落ちて顔から行っちゃって鼻が折れた、うん、小さい命を犠牲にせず自分の鼻を折りました。2個持ってどんぐり2個詰めてグンで鼻折って対称性の破れだね。ボイトレ通ってた
うん、みんなでバンドやりたいってなった時に、うん、自分歌うまいからいいだろうって思ってたけど、やっぱ焦ってボイトレ通いました、うん、ボイトレ通ってるってはずいから全然言ってなかった、まあ、確かに、うん、1、2、3、4言いながら横ステップみたいな、ねい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 、もっともっとかかーみたいな感じのこと言われて、はずいなって。ボイトレがはずいだけじゃなく、ボイトレ通ってるっていうのもはずいっていう、二重構造でこう畳みかけてくるから。これ言える人はえぐいね。YouTube チャンネルやってたっていう一個も。これマジで初出だと思う。だから田村かえ2の田村かえみたいなやつよりも、もっと本当に何にもなってない、確か動画1本しか上げてない、今後やろうと思ってた、そのチャンネルアクセスすらも俺できなくなっちゃってんだよね。じゃあ存在するんだ。YouTube の海に。そうそう、YouTube の海に存在してて、だからどの Google アカウントと紐付いてるのかもわかんなくなっちゃってるから、でなんか、高一 TV ってわかる？あ、わかる。あの雰囲気の方向性を目指してたやつ。それ時動画編集技術もあんまなかったと思うから、うん、どうなってるか覚えてないけど、今週の1本が。どっかにあります。はい。あ、でもアカウント名が石井か石井ですか、石井っていうのだけは公開されてて、うん、普通に顔も出してるんで、おうおう、登録者もおそらくほぼいないチャンネルが存在しているはずです。見つけてほしいな。僕も見たいなっていう思いがありますね。じゃあお願いします、うん、まあどうでしょうか。今日の動画は寿司で言うと、寿司で言うと、マヨコーン、うなぎ。珍しい。はい。あの子はあるけど。はい。うなぎということです。私はマヨコーンということで、ぜひコメント欄で寿司で言うとどんな感じだったか、うん、まあ、言いたければ言って、うん、まあ、言わなくてもいいです。いや、強制ですね。あ、強制。はい。お願いします。お願いします。あ、どうした。そしてこちらをプレゼントします。作法にしたいと思います。ありがとうございます。